久保さん、お疲れ様です。掃除終わりました。クリーン活動。あのですね、これは、とある少年の話にしましょうか。とある少年の話。うんとですね、僕は、あの、まあ、橋、普通にか鹿児島をは走ってたんですよ。桜島の周りを。でそしたら、ある一台の車につけられまして、で、なんだみたいな。で、まあ、ちょっと写真スポットに来たんで、写真撮って止まったんですよ。そしたら ね、つけてきた車が止まって、ほ、うんみたいな。そしたら <laughs>、なんか子供、助手席から子供が降りてきまして <laughs>、多分ね、11に、2、0 10歳ぐらいかな。11、2歳か。それぐらいだったと思うんですけど、あの、すいません、みたいな。うんみたいな。あの、僕、R さんよ、ファンなんです。すいません、追いかけてしまって、みたいな。多分お,お父さんが多分運転してたんですけど、多分追いかけてって言ったんでしょうね。 <laughs> すいません、追いかけてしまって、みたいな。おお、じゃ写真撮っていいっすかみたいな。おいいよいいよ、つって。じゃあエンジン見ろよみ、みたいな。あざーすみたいな。なんだ、あの目、キラキラ輝かせて、なんか将来ね、僕あの、この3,4乗りたいんです。ただ、今、値段がすげー上がってて、憧れの車なんですって言って、あ、そうなんだ、って頑張って、つっ,って、終わったんですけど、うんうん、まあ、ある時ね、あとお、おじさんにコンコン叩かれてね。 すいませんみたいな <laughs> え、みたいな <laughs> これい。えみたいな。あ、これいあの、3、4いいっすね、みたいな。これちょっと売ってくれませんかみたいな <laughs>。え、でももう20万キロいってますけど <laughs>。あ、欲しいんです。売ってくれませんかと <laughs> あ、一応売る気はないんですいません <laughs>、みたいな <laughs>。<laughs> ありますね、なんか不思議なことが。なか、だって20万キロ乗ってますよ、言うて <laughs>。いや、それでもいいんです。欲しいんです。買いたいです <laughs>。みたいなね <laughs>。ま、この前ね、20万キロ超えてるやつが2000万超えてましたけど。 な、な、何が言いたいかっていうと、あのー、希望なんですよ。希望。人間って、希望がないと、あのー、生きていくのが結構、その、うーん、難しいのかなっていう、希望ですよね。うーん、なんかそれが、まあ、目標とか夢がないとダメだっていう話もあったりとかするんですけど、希望、希望って超大事だと思うんですね。もし、 これね、あの、すいません、久保さん知らないと思うんですけど、あの、6、AK69 っていうそのアーティストさんの人いるんですよ。で、その人が、その、東京ニート、東京ニートっていうね、この YouTube チャンネルあるんですけど、これも知らないと思うんですけど、で東京ニートのチャンネルかなんかでその AK、その、AK69、その人が話してて、 でそのアーティストになって、まあ、成功して、まあ、その年収1億ぐらい普通にあるらしいんですけど今までそのお金のことはあんまり言わなかったらしいんですよだけどそれでなんか人に言われていやもうちょっと出した方がいいよとで何でかっていうとそのアーティストになるとこういうことが叶えられるよっていう希望それを言うことは別に自慢でもなく希望を与えることだよっていうことを聞いたらしくてなるほどなと確かに希望を与えるっていいなっていう。 で、そこから、まあ、ちょいちょい出すようになったっていう、ね、お金の話をちょいちょい出すようになったっていうことを言ってましたけど、あとは希望って大事だと思うんですよね。うん。で、じゃあ、最初はど,どういう段階かっていうと、多分、なんで頑張れるのかとか、なんでその努力できるのかとか、なんで難しいことに挑戦できるのかっていうと、多分希望があると思うんですよ。自分が叶いたい希望というか、夢というか。 な、それに向かって多分できると思うんですね。で逆に言うと、希望を与える側にあれば、希望を与える側になれば、なんだ、価値を提供できる。じゃあ、希望を与える側って、じゃあ、吉谷さん、成功しないと希望を与えられないんですかって話で、希望を与えられるんですよ。ね、まあ、久保さんのね、そこは塾の塾生さんですかね、生活保護の方発信してますけどで、その生活保護のやつでも発信すれば、発信してない人に希望を与えられるわけですよね。生活保護でも別に、 何の問題もないよみたいな。発信して、実際ネットでお金稼げるようになったよっていう。希望を与えられるじゃないですか。同じ生活保護の人に対して。だからやい張ろうぜみたいな話ですよね。だからその、底辺長者ですかね。だから底辺長者、底,底辺何でしたっけ底辺億万長者でしたっけまあいいや。まあ、それでも、なんか希望を与えることができるわけですよ。で、なんでかっていうと、まあ、結局、発信する側の方が少ないからです。 まあ、そ,そもそもその発信していくっていうことは何か与えてるってことなんですよね。だから初心者の人がよく言うのが何もないです。私には何もないです。そんなのっていうことを言ってやらないんですけど、いや,やること自体でもはや希望を与えることはできるよと。誰に対しても。 で、それをもっとマーケティングでビジネス的に言うんだったら、ペルソナを意識して、まだ発信してない人に自分を発信できてるわけですから、じゃあどうやって発信の仕方をやるのかって話ですね。じゃあ、久保さんの事例で言うならば、セルフバックをまだ知らない人に対してセルフバックを教えるってことですよね。あ、こんな久保さんせやり方あるんですね、みたいな希望を与えられるじゃないですか。うん。だから、まあ、あの、結論やれってことなんですけどね。いってらっしゃい。